さん、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているトムチャンネルとなっております。よですね、少林さんに行ってまいりました。こちらのお店は上野にあります老舗の中華料理屋のお店でございます。町中華のローゼやいろんな番組で取り上げられているそんな人気有名な中華料理屋、こちら、ジャンボ餃子が有名で、それでいてカレー的メニューもすごいあるということで本日行ってまいりましたので、ご覧ください。本日のカレードン。こちらが少林さんのメニュー表、ずらりと並ぶ定番メニュー。カレー的メニューも多く存在し、人気の餃子はセットにもできます。裏にもまだまだメニューあり。本日注文したのはこちら、カレー丼大盛り、そして餃子が2個ついてくる半餃子セットを注文。大きな丼に並々注がれたカレー丼、そして名物の餃子はこれぞジャンボといったサイズ感。スープついて本日もいただきます。まずはそのカレー丼から一口。口の中に入れるとすぐ香るカレー感、そしてピーマンや玉ねぎのナイスな食感、激アツなので注意。カレー風味のチンジャオロースといった感じで、中華風味も感じつつナイスの進む仕様。特にピーマンや玉ねぎ、その他の野菜たちの食感が面白い。そして名物のジャンボ餃子、皮は厚め、中のあんもぎっしり詰まって、一口食べると中から旨味が飛び出す仕様。シャキシャキとしたキャベツの食感も面白く、がっつりいきたい時にはこのセットおすすめです。後半には卓上にあったブラック&ホワイトをカレー丼にまぶして少々の辛みをプラス、こちらおすすめ。さすが人気の町中華のお店。最後はスープで締めて本日も完食、ごちそうさまでした。他のも気になります。ネットだったりだとか見ると、カレーチャーハンが美味しいと書いてあったんですが、僕はね、カレーの方がちょっと気になってたので行きました。まあチンジャオロースのカレー風味といった感じで、もうとにかくしっかりと味付けされて食感が楽しめる、もうまあまあチンジャオロースのカレー風味といったらすぐ分かるかなといった感じでございます。ご飯も進みますし、ボリューム最高、熱々めちゃくちゃうまかったです。それでいて、中華百名店に選ばれているジャンボ餃子ですね、こちらのジャンボ餃子も美味しかったです。食べ応え十分、半餃子セットもできるので店内飲食もおすすめでございます。まあ飲みの方もいらっしゃるので回転がめっちゃいいっていうわけでもないです。街も発生しておりますね、有名なお店なので、土日なんかさらに並ぶと思いますが、まあ一人で行った際にはカウンターでぐるぐる回っていけるのですぐ入れるんじゃないかなと思います。カレー丼個人的にはすごく美味しかったのでおすすめでございます。はい、というわけでカレーとりこの生活したインスタツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆さん、また次回バイバイ。